至福の時間ってありますよね。私の場合、好きな作家の本を読みながらコーヒーの香りに包まれている瞬間でしょうか。いい気分転換になるんですよ。そうなのですか。なるほど。これが先日主様が言っていた過ぎたるは及ばざるが如しということ。カフェイン？それは新たなる英知ですか。ふむふむ、なるほど。そのカフェインという物質がリラックス効果をもたらすと。違います。そういう意味で言ったんじゃありませんよ。作家活動はあくまでも任務のための仮の姿です。